アープオデッセイマーク1アープはかつて存在したアメリカの電子楽器メーカーである1969年電子技術者のアランドバート・パールマンが設立し社名は彼の頭文字に由来する主に1970年代にアナログシンセサイザーを手掛けていたアランドバート・パールマンは1948年工学部学生だった頃から 電子音楽とシンセサイザーの将来的発展性に大きな期待を持っていた。その後、電子技術者としてキャリアを積み、NASA のジェミニ、アポロ計画向けアンプの制作、自身の会社ネキサスの設立等を経て、1963年以降、電子楽器関連の特許をいくつか取得し始めていた。そして1969年、シンセサイザーの製造を決断し、デビットフレンド、 レビス G ポロックの助けを借りて、トーナスを設立した。よく知られている社名アープは、1971年、パールマンの頭文字にちなんだ社名変更による。アープは1970年代を通じシンセ市場で、約40%のシェアを維持し、アナログシンセサイザーの代表的メーカーモーグより、やや後発ながら、事実上、モーグのライバル会社となった。アープ2 5 0 0の、 マトリックススイッチアップ最初の製品アップ2500モジュラーシンセサイザーはモジュール上下の視覚的アクセントとなっているマトリックススイッチの採用により煩雑なケーブル接続の必要性を最小限に抑えておりアメリカの大学向け市場で大きなヒットとなったそれに続く代表的機種アップ2600やミニモーグを意識して機能をコンパクトにまとめ直したオデッセイは ミニモーグとは、明確に異なる完成度の高い信号処理デザインを特徴としている。2から3ベコ RMVC 回 &HP 回、ビシモットピッチベンド、S&H、AZA、AR このデザインは他社に繰り返し模倣され、ポリフォニック新生時代には、数多くの名機がほぼ同様な信号処理デザインを採用するに至った。またモノフォニックシンセサイザー全盛期に、 いち早く実用的ポリフォニック機を次々と発売し、ソリーナストリングシンセサイザー、オムニ、クアドラ、1970年代シンセ市場でマーケットリーダーの役目を果たした。このようにアープのビジネスは外見上とても好調に見えたが、社内的には大きな問題を抱えていた、財務管理の能力不足と創業者間の意見対立である。 1975年頃創業者の一人、D フレンドの発案で、ポリフォニックギターシンセセンアシックスの開発が開始された。しかし、技術的難度や安定性の問題で開発が難航すると、上記の社内的問題がたちまち顕在化した。開発が長期化する中、派生技術を先行して製品化しようという提案が、繰り返し拒絶され、アープの新製品発表のペースは鈍化した。 次にセンアーシックスがアープの研究開発予算の大半を占有するようになり他の堅実なプロジェクトが財務改善のため他社に売却された。そして機体の新製品のいくつかは安定性に欠けたため売り上げには貢献しなかった。それでも1980年には後に高い評価を受けるアープクロマが完成していたがその製品化の前1981年にアープは 約180万ドルの負債を抱え倒産した。その後21世紀に入り、ARP 製品をソフトウェア的に再現したソフトシンセサイザーがいくつかリリースされている。ARP2600ARP オデッセイモジュラー式の大型シンセサイザー。1977年の映画、未知との遭遇で宇宙人とコンタクトするための音声を制御するコンソールに設置されていたのがこの機種。モジュラー式と 内部決戦式が混合した中型シンセサイザー。スティービー・ワンダーなどがユーザーとして有名。日本にも早くから輸入されており、1970年代前半、加藤和彦、深町純、王のカツオなどが使用したと言われている。機動戦士、ガンダムの効果音の多くはこのシンセサイザーで作成された。小型のアープシンセサイザーとしては、 最も多く出荷された同社を代表する機種の一つである初期型であるモデル2800はディープパープルのジョンロードが使用していたのをはじめ多くのユーザーが使用していた YMO の楽曲でもシンセベースの演奏に頻繁に使われている白いボディのレブ1黒いボディに金色のレタリングのレブ2黒いボディにオレンジと白のレタリングのレブ3に分けられ それぞれフィルターが違うほか、レブ3以降では、ピッチベンダーが回転の部式から、圧力感知式へと変更になった。なお、YMO のシンセサイザープログラマーだった、松竹秀次は、YMO 時代に、細野春臣が使っていた実機を所有。当時、YMO の使用シンセサイザーを自身が設立した、MAC というリース会社で貸し出していた。プリセット式、一ベコのシンセサイザー。 1971年発表のソロイスト改良版。プリセット数はソロイストの18から30へ増加。プリセット回路はデジタルロムを使用しており、世界初のデジタルアナログ複合型シンセサイザーである。自分で音を作る必要がなく、30種類のプリセットをスイッチで選択するほか、アフタータッチによってピッチベンドやビブラートなどの効果を追加できる。 様々な音色を使い分けるタイプの奏者にとっては、この機能は大いなる利点であった。当時は他にプリセット式のシンセサイザーがほとんどなかったため、ヒット商品となった。ジェネシスのトニーバンクスの仕様が有名。プリセットスイッチをデジタル式に改良したプロ DGX という発展型がある、オランダ n V エミネント社製のストリングマシン、ソリーナストリングアンサンブルを ARP も生産し、 自社ブランドで販売したモノフォニックシンセサイザーと組み合わせたストリングシンセサイザーも製造した。最初期のギターシンセサイザーの一つでオデッセイの音源部にギター用として6系統の歪み回路通称ヘクサディストーションを搭載。アープは1975年から本格的なポリフォニックギターシンセセクスの開発に取り組みで、いたが技術的課題が山積した第7時間と、 コストがかかったため、先行する簡易版として発売された。この開発プロジェクトはこのほか、クアドラ、クローマも生み出したが、最終的にはアープの経営を傾ける原因となった。オデッセイ、ストリングシンセサイザー、シンセベースなどを一つの筐体に収めたもので、カラフルな外観が目を引く。大型だが、アープのシンセサイザー愛用者には非常に魅力的な楽器だった。 アープが開発した最後の製品で、マイクロプロセッサー搭載のポリフォニックシンセサイザー。アープ倒産後、開発チームは CBS、フェンダーに即座に移籍して、ローズのブランド名で発売、改良型も作った後に解散した。アープ2600とミニームーグ1970年代半ばから、後半における音楽マスコミは、モーグとアープをライバル関係にある。 国外メーカーとして対比させる生地作りをすることが多かった。なお1970年代から1980年代前半、モーグとアープの周辺にはいくつものメーカーやブランドが漂っており、両社はそれぞれ電子オルガンメーカーと提携し、シンセサイザーのポリフォニック化に取り組んだ。また1980年代初頭には、楽器業界の二大資本系列が、 両者のブランドもしくは開発チームを引き継いでいた。このように両者のビジネスは繰り返し競合しており、両者の対比を音楽マスコミの描いた絵空ゴととするのは誤った認識と言えるだろう。この他、1962年頃から活動開始、1969年有形法人を設立したエレクトロニックミュージックスタジオリミテッド。 電子音楽スタジオのコンピュータ制御という他に類を見ない技術を持っていたが、1970年代にギターシンセサイザーを開発、1980年代初頭に本格的ポリフォニックシンセサイザーを残し会社閉鎖するというアープとよく似た経緯をたどっている。2014年2月18日に日本の電子楽器メーカーコルグが アープの共同創業者のデビットフレンド氏を迎え、アープオデッセイの開発を進めていることを発表した。ABCDELL、ドマーズ、アープ。人定全員シンクリナゼーションデラミュージックエレクトロニーク。2009年9月22日、閲覧。アープシンセサイザーは、例えばオシレータは、ロバートモーグも認めるほど、安定度が高かったが、出音についてはファットなモーグと比べて、 音が鋭く線が細いという定評があった。アープ2 6 0 0 p のフィルターは当初搭載されたモデル4012がモーグのはしご型フィルター特許を侵害していたため1976年に新設計のモデル4072に置き換えられた。しかし計算ミスのため広域特性に問題があった。オデッセイの信号処理デザイン5に登場したポリシンセの名器を基準とすると ピッチベンダーの気候的相違、モジュレーションホイールの欠如、複雑な S&H ブロック、リングマジェレーターの搭載、簡易デュオホニック機能など、細かい相違点がいくつか存在する。AB、アープオデッセイ、ヴィンテージシンスエクスプローラー、2009年9月23日、閲覧、オデッセイのフィルターは、下記のように変遷した。なお、 アープ2500フィルターのモーグ特許問題との関連性は不明である。4-in-1 アープクワドラパート1サウンドオンサウンド2009年9月22日閲覧アープオデッセイ VS グミディアオディティ大人のためのアナログ申請秘密基地計画2009年9月23日閲覧ソニックコア社ホームページソニックコア社は 旧クレムはや社として広く知られ、専用 DSP カードハードウェアのスコープシリーズと、その上で動作するソフトウェアシンセサイザーを多数リリースしている。圧力感知式、ピッチベンダー PPC はレトロキットとして別売りされたので、レブ3以前のモデルに後付けされていることもある特に、モーグの操作パネルが黒で、モジュールの設定ボリュームが回転式だったのに対し、 アープは白のパネルで設定ボリュームがスライダー式だったため対比しやすい外見を有していたこともライバル関係とみなされた一因だった。同志ではモーグをムーグと記述している。ムーグという名称についてはこちらを参照。シカゴミュージックインストルメンツ社は当時世界最大規模だった家庭用電子オルガンブランドローリーオルガンを用し、世界初のストリングマシン。 フリーマンストリングシンファンザーの量産も行っていた。一説には1970年代から1980年代の巨大楽器資本、ノーリンミュージックの前身だと言われている。アープは一説にはポリフォニックギター新世開発への過剰な注力が社運を傾ける引き金になったと言われる。EMS の場合、ギター新世開発直後に中心的設計者が EMS を離れ、 アイルシムに移籍しているが、それを、後の EMS の衰退と結びつける説は、知られていない。EMS 初期前世紀のハードウェア設計者、デビッド・コッカレルは、ギターシンセハイフリーの開発を最後に EMS を離れ、1975年アイルシムに移籍して、電子音楽スタジオ設置に当たった。その後、エレクトロ・ハーモニクスのデジタルディレイ設計、赤いプロフェッショナルの、 S, S シリーズサンプラー製品全般の設計と次々と活躍の場を移した。また評価の高い赤い S1000 は同じくイギリスを代表するシンセ設計者クリス・ハゲットが OS 開発を担当したアープオデッセイ製品開発に関するお知らせありがとうございます。